やっぽー。今はお昼の休憩。ちょっと食べます。うん、うん、ASMR。 うん、うん、急に撮ってるんですけど、なんか前回の動画でコメントをいただいたんですけど、ありがとうございます。そのコメントをコメントで返すよりは、こうやって動画で言葉でお伝えした方が分かりやすいかなと思って、今日はちょっとコメント全くそんな何件も来てるわけじゃないんですけど、答えていきたいと思って急遽動画撮りました。味噌ラーメン食べて飲めながらでいいかな。うますぎて全く進まない。ちょっと待ってね。ウインナーも入れてみました。やっぱ一旦食べますわ。また後で撮ります。食べながらやろうと思ったんですけど、今食べ終わって、食べるのに時間かかってたら急遽終わっちゃいました。なので仕事しながら、仕事の合間に撮っていきます。ではまずはこの質問から。この質問はですね、忙しい、もちろん忙しい時もありますし、ゆっくりな時もある。で、忙しいっていうのはやっぱり連休明けとか、土曜日日曜日の明けて月曜日とか、そこは忙しいけど、ね、そう、月曜日とか連休明けは忙しいです。はい、この方は質問というよりは本当嬉しいお言葉をいただいて、本当にありがとうございます。前なんかの動画でも言ったんですけど、本当に声も嫌だし、なまりも嫌だし、本当は嫌なんですけど、やっぱ声を出さないってなかなか YouTube してる以上難しい。出さなくてもいけるんだろうけど、多分すぐ喋っちゃうので、私はちょっと難しいんですけども、本当こんなことを一言いただけるだけで、もう YouTube やっててよかったなって思います。コメントいただいた方も疲れるとは思うんですけど、一緒に頑張りましょうね。次、ハム嬉しいです。試していただいて、多分ね、ハムは薄くても多分熱くても、なんなら熱い方が多分できないので、薄いのをちょっと慎重にやった方がいいかもですもうこれも何度も言ってますけど、この方も言ってますけど、在宅一本でやるのは多分ほぼ絶対無理です。この在宅だけみたいなのはね、難しいですよね。お互い頑張りましょう。次、ね、これめっちゃ、もうこのコメント聞いた時、めっちゃわかるって言いました。マジわかります。さ、当たり前じゃないですか、マニュアルがあるのは。定型文とかさ、あるのは当たり前なんですよ。こちらはさ、いかにこう丁寧な言葉でとか言わないといけない。もうさ、その丁寧な言葉を崩していいんだったら、めちゃめちゃいろんなこと言えますよ。けど
もちろんその言うことが決まってて、それを言ってるだけでそうやって言われてさ、当たり前じゃねって思いますよね。すごいわかるんです。もうほんとこれめっちゃわかる。ロボットみたいにとか私前言われたことありますよ。これは私もね、ほんといろんなこと言われてるけど、こうやって頑張ってますので、お互い頑張りましょうね。次、本当にいつもコメントありがとうございます。もう支えになっております。ありがとうございます。つけていただいてから一回もコメントいただかなかったことがなくて、本当に励まされてます。ありがとうございます。1万人記念の、YouTube ライブいつかできるように応援をよろしくお願いします。ノンアルでもいいので、私がその分アルコール飲みますね。ありがとうございます。次、いろいろな方から多分こういうの来てるんですけど、私の住んでる場所やばいぐらいど田舎なんですね。で、私は前言ってますけど、こうインディードでその全国どこでもみたいなので探したら絶対出てくるので、どんな本当田舎の方とかでもその全国で探したら出てくるはずで、地元にはないんですっていうのはあれなのかな、ハローワークとかそういうところに行って探していらっしゃるんですかね。もしあれだったらインディードとかで探してもらえれば多分見つかるかなと思うので、ぜひ見てみてください。次、そう、私もね2年続いてるのはちょっとびっくりしてるんですけど、でも外に出るより今はまた在宅がいいなって思うので続けられてるんですけど、2年も働いてれば同じ1個の仕事だけではなく、もういっぱい今任されてます。あのお電話も同じ回線じゃなくて違う回線から通るって、全く別会社を取ってるっていうのも、あのもちろんやらされてるので、研修を受けてもう違う回線を取ってる。それが多い時がですね4つ、多い時いくつだったっけ、3つ4つなんですね。違う回線からこう来る。なのでこう名前も間違えられないし、会社名ですね、社名とか間違えられないし、やっぱ案内も違うのでちょっと難しいけど、だけどそれで時給が100円だけアップしてるので、まあいいかなみたいな。別に毎日が3つ回線とかじゃないので、絶対続けてたら振られます仕事は。でもその分おそらく時給とかは上がるはずなので、覚えた方がいいかなと思います。次、すごいですね。私絶対テレアポだけは避けて探してて、テレアポだけは絶対できそうしたくないとかじゃなくて、多分自分にはできないなと思ってて、お話をこっちから持ちかけてっていう、ね、ほんと、あ、テレアポは本当難しいだろうなと思っててすごいなって思いました。そして何より嬉しかったのが、この方の質問に対して違う方がまたコメントされてて、そこで会話とかされてて、もうなんかとってもなんか嬉しくなりました。皆さんもだからぜひこういろんな方とコメントをし合って情報を交換してもらえる場になればいいなと思いました。ありがとうございます。これは前回の動画のコメントじゃなかったんですけど、今パソコン見たら気づかない時マジあって、気づかないっていうかさ、表示されないのかな、携帯で見るんですけど、でパソコンで見て、や、今ちょっと気づいたので答えますね。この方、光 Wi-Fi 設置ってのことだったんですけど、設置は私はその工事費無料だったのでかからないんですけど、月々は Wi-Fi だけで5,000円はしてた気がします。携帯代合わせて9,000円ぐらいしてたけど、住んでるこの家にインターネット、無料インターネットがついたので、もう解約、 Wi-Fi は今解約済みで、自分の光回線は ここの使ってるので、今は携帯代だけになりました。なんか多分相当遅れてるかも、この質問返し、ごめんなさい。質問来たのには返せてるかなって思うんですけど、またもし返されてないとか
もし逆にまた聞きたいこととかあったらコメントしていただけたらなと思います。次回、今後もですね、くだらない動画をバンバン出していくので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。